はい、JR 名古屋駅新幹線口です、こちら通勤の時間と重なりまして、だんだんと駅構内、人の姿というのも増えてきましたですが、窓口、ですね大きな混乱というのは見られませんと言いますのも、朝から JR 東海はですねこの名古屋駅、混乱を避けるためになるべく使わないでほしい、使うことを控えてほしいという異例の呼びかけをしているためと思われます。 ですが現在この名古屋駅から浜松駅間今もなお上下線ともにですね運転見合わせが発生しています先ほど新大阪方面からこの名古屋駅に新幹線が到着したんですがこの改札の横の窓口を見てみますと今もですね三十人から四十人ほどの方がですね列を作って駅員の方に返金の手続きまた振り返りの手続きの説明を聞いています新幹線が到着する時間に なればですね旅にですね30人から40人ほどの方が並んでいますまたこの影響は新幹線だけではありません在来線にも影響が出ています豊橋駅などではですね人がごった返しかなり多くの人がいてですねダイヤの乱れこの人の混雑による遅れというのが出ていると伝えられていますですからこの名古屋駅まだ依然としてですね様々な駅で影響が続いていますこちらからは以上です